サンダルテレフォンは日本の女性アイドルグループ。レーベルはホエンミュージック。略称はダルフォン。当記事では全身の終演後物販、終演後物販ンジについても記述する。音楽で世界を笑わせたい。泣かせたい。踊らせたい。をコンセプトとする。現在のグループ名の由来は、プロデューサーのイモト大輝が新生系バンゲリオンに出てくるしと、 サンダルフォンに強い印象を受け、検索した時にサンダルを電話に見立てた動画を見たことからサンダルテレフォンに行き着いた。そこから電話はつながらないがサンダルテレフォンを通して心をつなぐことができるならない電話という意味が生まれた。2017年7月終演後物販としてデビューするが同年12月で全員脱退活動休止。二千十八年五月 メンバーを一新、終演後物販漫字としてデビュー。2019年4月20日に、終演後物販漫字として、ラストライブを行った、翌日の4月21日、藤江理香、西脇樹を加え、サンダルテレフォンとしてのお披露目ライブを行った。終演後物販、終演後物販漫字は、アイドル横丁のプロデューサーがプロデュースする、メロコア主体のグループだったが、 サンダルテレフォニーの解明に伴い、マネージメントを担当していた妹がプロデューサーとなり、シティポップやファンク、ハウス系に音楽性をガラリと変えている。終演後物販全員2017年7月8日、デビュー、同年12月27日脱退。終演後物販満時全員2018年5月12日デビュー、順位は、オリコン週間ランキング最高位。前作、 インストゥルメンタル付き主なもの、ありがとうございます。